えー、YouTube をご覧の皆さん、こんにちは、えー、今年のゴールデンウィークは、レジャーに出ることがまあまあならず、巣、えー、ごもりというか、まあ、引きこもりというか、 家に待機しなければならないわけですけれども、えー、そのような時間この、えー、YouTube のチャンネルに、えー、合わせていただきまして本当に感謝しております、えー、皆様にご活用していただけるのは本当に光栄なことです、えー、どうぞ、えー、他にもいろいろなものをアップしておりますのでまたご覧になってください、えー、実はこのお休みの時間が長いためか、えー、自分と向き合う方が多いせいなのか えー、最近、人生相談を受けることが多いんですね。まあ、この集会のチャンネルにも来るし、他のチャンネルからも転送されてるしいということで、まあ、いろんな人生相談みたいなのが来るんですが、つい昨日、こんな相談が来たのです。人の目を気にしないようにするためにはどうしたらいいですかって言うんですよ。 もう私は人の目が気になって仕方がないあの人にどう思われてるのかこの人の顔色はどうなのかこの人に挨拶したけれども返事がなかったけれども何か思われてるんじゃないかとかもうとにかく気遣いで疲れ果ててですねもう人の目を気にしないようにしたらどうしたらそれいいんだろうか聖書にそういった知恵ってあるんですかというふうにおっしゃるんですね私はこう答えたんですね、まあ、実はね 人の目を全然気にしない人っていうのは、人のアドバイスを全然受け入れない人ということでありまして、これってね、随分損することが多いんじゃないかなと思うんですよね。だけど同時に、気にしなくてもいい人のことまで気にして,し,てしまうとですね、結局何にもすることができなくなります。だから、どうしたらいいんだろうということなんですけれども、私はですね、気にする人を厳選することではないかと思うのです。 世の中の全ての人のことを気にしなくてもいいと思います。でも気にするだけの価値ある人のことは気にした方がいいんではないかな。では気にするだけの価値ある人とは一体どういう方であるかと言ったらあなたの置かれている現状を親身になって考えてくれている人です。そしてあなたのことを誠実に友として思ってくれている人です。そして白深い人で あなたの祝福を心から願ってくれている人、その人のアドバイス、その人のことはちょっと気にかけた方がいいんではないかな。すべての人のことを気にかけていると、何にもすることができなくなりますので、その必要はないでしょう。しかし、気にかけるだけの価値のある方のアドバイスや視線というのは、やはり一つ重要な参考になるのではないかなというふうに思うんですよね。で、実は聖書を見ますとね、 この世界の中で誰よりも史料深く何よりも誠実でいかなるものよりもあなたの祝福を心の底から願っておられる方がいらっしゃるそれは聖書で語られている神です人が作った神じゃない人をお作りになったあなたの第一原者あなたの作者あなたの作り主がおられるんだって言うんですよね。 この作り主の言葉を正確に記録しているのがバイブルだから今日のテーマはバイブルによる回答なんです、まあ、実はですね皆さん私はあの人生相談につきましてはね全員に返事書いてるんですまあ23例外はありますもうちょっとねあ,のあまりにもそのなんていうんですかねあのええー、無礼というかですね、えー、めったにないんですけどね えー、なんていうかこの脅迫のような、えー、あざけるようなやつはですねちょっとお答えするまでもないかなと思ってですねそれからもう一つですねあ,のあまりにもエキセントリックな方の場合もですね私はちょっと私ではちょっと歯が立たないなと思って例えばですね最近ね私は神から言葉を預かった「世の人々よ主が こうせられる聞けっていう長いのが来るんですけどねそれはねあの神が語ったんでないというような内容なのでそれもですねパスでも他のは、えー、他のはというか、えー、ちゃんとねお一人お一人にお返事できるだけ書くようにしてるんですよね。でなんでその人のパスかといったら実は神様の知恵っていうのは幻のうちに現れてなんかベラ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 ってそんなんじゃなくて。 バイブルの中に書いてあるんですだからバイブルを正確に学ぶということ緻密に学ぶということを、まあ、このことが神のアイデア神様のアドバイスを知ることになるというふうに思うんですねでそこで今日はですねアフターコロナと個人的週末に備える何でこのテーマかといったらバイブルを一言で言ったら人に備えさせるための書物であるということができるからです。 人よ。あなたの神である人と会う準備をしなさい。あなたの神と出会う備えをしなさい。人は一度、たった一人で、丸裸で、丸裸の心で、神のお前に立つ時が来る。その時に堂々と胸を張って、そして平安のうちに立つことができるように備えなさいということなんですよね。この備えるということで、今日2つのこと。前半は国際情勢です。 このアフターコロナというのはコロナ感染が収まった後で世界はどうなっているのかということを今のうちから考えて備えておくべきだということなんですアフターコロナになってから考えてたのでは遅いすでに今このコロナの大混乱を 活用してというか悪用してというかまあ中国がさまざまな手を打ってるわけですよねでそのことについて私たちは知ることによって前もって準備しておく必要があると思います国家としてもう一つは個人的終末に備えるっていうことなんですよね国際情勢の大きな話と同時に個人的なつまり切実な自分の個人の終末に備えるこの両方を少し考えてみたいなというふうに思うんですね でまず前半のアフターコロナのことです、つまり世界情勢のことですよね。実はですね、皆さん、今日の、えー、ちょっとデータ見ますとね、現在、コロナウイルス感染者というのは世界で220万人だそうです。そしてお亡くなりになられた方が22万人を突破したというふうにありまして、今や世界204の国々で感染し、南極大陸以外のすべての国で感染者が出ているんだと。 唯一感染者がゼロという、そういう国があるんですね。この国だけコロナ感染ゼロ、どこや北朝鮮。誰も信じてません。でもまあ、建前ではそうなってるんですよね。しかし実質はそうではないと思います。この蔓延というのは、まあ一旦収まっても、秋に第2波が来るんではないかほんといつまで続くんと。やっぱりね、この特効薬とワクチンが感染するまでは、これは生き長い戦いになるかもしれませんね。 ところで、そうなったら、健康問題だけじゃなくて、世界経済が崩壊してしまうんですけど、元はといえば中国が隠蔽したからですよね。中共ウイルスと言ってもいいと思います。州隠蔽というね。えー、あんまり言ったら、あれかもしれませんが、もう言っちゃった。ほんでね、あのー、結局ですね、えー、2月14日までは WHO を使って、人々感染ないというデタラメな情報を垂れ流し、 そしてこのことが世界を大混乱に陥れている第一原因となっているわけですよね。まあまさに中国共産党の政府というのは、全世界に不幸を撒き散らす政府であると思います。ところで皆さん、もしこのコロナが中国発祥じゃなくて、日本発祥だったら、今の日本政府は、今の中国政府が取っているような態度を取ると思いますか もし日本が隠蔽したことによって、世界中の国々に厄介な疫病を蔓延させてしまい、22万人を超えるような方々の命が亡くなってしまったってなったら、まずね、政府は国家を代表して謝ると思いますよ。そして謝るだけではなくて、賠償について真剣に討議すると思いますよ。と同時に、その政府は倒れます。 いかに支持率が高い政権としてスタートしたとしても、この大きな大失敗やらかしたら、どんな政府も持たない、そうでなかったら、日本って一体どんな国なのっていう話になってくる、だから政府はと倒れるはずなんですよね、ところが中国、習近平の政権というのはですね、全く悪びれることがない、大体ね、一回も謝ってないんですよ、中国政府、一度も謝罪してない。 えー、それどころかですねまあ我々中国が防波堤となって世界に蔓延するのを食い止めた英雄であるみたいなことを言ってるわけですよねでこの間ねあのおこんな四字熟語を私は、えー、教えてもらってですねびっくりしたんですが、まあ、日本語にも四字熟語ってありますよね剣道従来とかね、えー、いろいろあるんですけども中国語の四字熟語でですねこういう言葉があるんですね。 俗官、え俗、ー、族という言葉です。あんまり聞いたことないと思うんですね。俗官俗族俗っていうのは、盗賊、悪いことをした盗賊のことです。俗官の勘というのは、わめいたり、大声を上げたり、 叫んだりすすることです盗賊が叫んでる何と叫んでるかといったら即族って叫んでるんです即族とは何かといったらを拘束束縛を捉えることですつまり悪いことをした盗賊が盗賊捕まえてくれと叫びながらまるで自分が被害者か第三者かのように 言いながら逃げていくことを続感ぞ、俗官俗族と言いうそうです。泥棒が、泥棒を捕まえてくれーと言いながら逃げていくこと。で、日本語の中でもですね、ぬすっとたけたけしいというのがありますけど、ちょっと違うこれと。ちょっとニュアンス違いますよ。えー、悪の長本人でありながら、 被害者であるかのように、あるいは正義の味方であるかのように装って、自分の責任は一切自らに問わず、また他者から問わせず、そしてその場を切り抜けていくというのが、この言葉の意味なんですけれども、今の中共政府の態度そのものなのです。どうしてこんなふうに、ふてぶてしいと言いますか、えー、こうも攻めに展示することができるのかということなんですが、3つの理由があります。 第一番目の理由は何かと言いましたら、中共政府は、世界はどんなにむぐたらしいことでも、時間が経ったらすぐに忘れると考えてるからです。今までも中共政府、いろんなことをやらかし続けてきたじゃないですか、大躍進運動にしても、あるいは文革にしても、今、そのことを取りざたせて、どうのこうのってことないですよね。 まあ最近であればですね、1989年の6月4日、天安門事件というのがありましたよね。あの天安門事件では人民解放軍が戦車で人民を踏み潰したんですよ。めちゃくちゃなことです。それで世界は一斉に中国共産党に対して、なんてひどい政権だということで、経済制裁に走るのです。ところが、この西側世界の中で、いの一番に、 仲裁を買って出た国があるんですよねそれが日本ですよ。で西側諸国の中で一番最初に中国を訪問した、えー、この首脳が海部組織という主張です。日本の主張ですよ。中国は孤立化することを返しなければならないと言ってそしてですね えー、このお、これはね、中国が自民党の親中派に働きかけてしたことなんですけど、1992年に江沢民という人がね、日本に招かれてやってくるんですよ。そして招かれた席で、ね、天皇皇后両陛下の九中晩餐会に出席して、そしてですね、今年 両陛下を中国ににお招招きしたいといとううふうに招待すするんですねで天皇皇后両陛下が行くか行かないかは天皇自身がお決めになることではなく時の政府が決めるんですこの,時の政府は宮沢貴一ですよで私の親しくしている外交評論家が宮沢貴一に呼ばれてね大反対絶対やめろということを言ったんですが宮沢さんはねもう 天皇訪中を決めてましたからこれはねもうあの聞いてるふりして全然あの変わらなかったんです結局この年の92年の10月に天皇訪中が決まるんですけれどもこの時に世界がどうどう,うどうめたかと言いますとね欧米がこう考えたんですもしかしたら日本は先駆けてねこの中国を自分たちだけで独占しようとしてんじゃないか。 まあその当時の中国の人件費っていうのは、日米欧の人件費の数十分の一なんですよ。そして中国市場っていうのは、大発展するということが確実視されてたんです。その時に、その大きな大きなパイを日本だけで独占しようとしてるんじゃないかということで、欧米は人権と金儲けの板挟みになって揺れたんですよ。そして日本が一足先にということで、頭越しにやったということで、 見事にこのの天皇宝中が日米王の分裂を生んだんだですまあ後にねこの時の外務大臣がね千紀信という人だったんですけど彼は引退した後で回顧録書いてるんですけどもこの西側の経済制裁とくのに突破口は日本だ天皇訪中で一気に崩れたっていうふうに自慢話みたいにして書いてあるさあそれで終わった だけじゃないんですこの江沢民という人ね、その2年後の94年に、中国国内で、愛国主義教育という政策を取り出すんですね。これは一言で言いますとね反日教育です、もう6歳ぐらいから日本がいかに悪い国であるかということをね、徹底的に教えるということでやったの。 国内的には反日教育、そして国外的、海外的には反日プロパガンダでこの時から南京大虐殺のスローガンというかアピールするわけですよ。そしてその3年後の97年には中国系のアメリカ人の女流作家でね、えー、この、 えー、アイリス・ちゃんという人がいまして、この人がね、レイプ・オブナンキン・南京という本を書くんですよ。まあ、これがね、世界的大ベストセラーになって、日本ってなんてひどいことしたんだっつってね、30万人の南京市民を殺したーみたいなで。彼女はですね本の PR のために全世界へ行くんですけれども、日本にだけ来なかった。行くつもりだったんですよ。 だけど、日本の専門家たちが、この本の致命的欠陥が90箇所以上あるって言って、全部それしてきたんです。そして、ここで掲載されてる写真の9割以上が、全くデタラメな引用であるということを、全部一次資料で突きつけたんです。それですごすごと引っ込んで。歴史書としては、何の価値もない本ですよ。だけども、これは、 反日の本ということで、世界中に広まってしまったので、まあ、南京大虐殺が事実になってんじゃないですかそして、この97年、南京、レイプ・オブ・南京の本が大ベストセラーになって、行き渡ったのを見届けて、12月7日にハワイに行って、そして、日本の中国侵略と真珠湾攻撃を大批判するんですよ。郝卓民。 江沢民ってね、天安門事件でピンチになっているときに、日本に助けてもらった人ですよ。だけども、助けられると、その次に何をしたかと言いますと、日本を徹底的に悪魔化することです。これ見たらわかりますようにね、国家の間に友情はないんです。あるのは国益だけです。特に共産党、一党独裁政治におきましては、このね、真実とか真理とかない。 白も黒も、権力者の意のままということですよね。えー、なのでですね、えー、このコロナウイルスの問題がどんなにひどい結果を及ぼそうが、中国は強弁で乗り切ることができると確信しているし、世界はどんなにひどいことがあったとしても、次から次へと新しい事件が起こるので、覚えてない。そう考えてる。 だから攻めの姿勢に打て,てますよね2番目何かと言いますと中国が巻いた種で世界がひどい目に遭っているということは中国が責任を感じるべきことではなくて攻勢に出るるチャンスと捉えてるんです、えー、実は人民解放軍では、えー、孫子の兵法があこれを学習することが義務付けられているというふうに言われてますよね。 えー、この兵法の中にですね、生前たる旗頭を打ってはならない、堂々たる陣営を打ってはならないという言葉があるんですね。これは言い換えたらですね、敵がしっかりしてる間は攻撃したらあかんという教えなんですよ。ではいつ攻撃したらいいのか、敵方の乱を待ち受け、ざわめきを待って撃て、どんな敵でも必ず混乱する時がある。 あたふたするときがある、そのときに弱みにつけ込め、これが戦いのセオリーであるということを教えてるわけですよね。まあ今それですよ。だって皆さん、アメリカに今11隻の原子力空母ありますけどね、そのうちの4隻がコロナ感染で動けないんですよ。中国は一発のミサイルを撃つこともなく、何一つサイバー攻撃を与えることなく、 感染だけで、コロナウイルスという目に見えない感染力で、ね、空母4隻感染で動けないというね。まあ、この時に、南シナ海、東シナ海、もう空母打撃機が動けないということで、その時に中国は今やりたい放題でありまして、台湾包囲の夜間演習やってますよね。そして、中国の高船がベトナムの漁船に体当たりして沈没させましたでしょ、この間。 それだけではなく、えー、尖閣には、ですねこのコロナ騒ぎが出てきてから、それ以前よりも、えー、スクランブルが 50%, 50増えてるんですよね。つまりね、世界がこんなふうにぐちゃぐちゃになった、元はといったら、われわれが隠蔽したからだ、反省ではなくて、チャンスっていう、ここ、よく見ておくべきですね。そして3番目に この仕込んだ毒の手応えを感じているので、今中国は悪びれることなく、攻勢に出ていると思います。実はですね、ウィスコンシン州というアメリカの州がありますが、そこの上院議員でロスという人がいるんですね。ロス議員さん。この人のところに、中国総領事館から一通メールが届くんです。そのメールの内容は 中国のウイルス感染拡大に対する取り組みを、称賛絶賛する決議案を、ウィスコンシン州の議会に提出するように働きかけてくれ、というね、そういうメール。え外国の政府が、州議会に接近してきて、自分の都合のいい法案の 可決を求めるなんて、これ聞いたことがないので、こわ、もういたずらやろと思ってたら、実はシカゴの中国総領事からですね、送られてきた本物のメールであるということが、えー、分かったんですね。それでこのロス議員が、ね、返事書いたそうですね。こんな返事。親愛なる総領事殿。ふざけんなよという一行ですよ。カーンって。あのー、 アメリカはね、この中京ウイルスの死者5万人突破で、世界一の感染者数と世界一の死者数で、これ中国のせいで苦しんでるんですよね。そんな相手が中国の対応は素晴らしいという決議を求めたらですよ、神経魚でで余計に怒るって分かれへんの なんでそんなことしたなんでそんなことしたと思いますか応じる政治家がいるからなんですまあね、これね、本当にね、この中国のお金っていうのがね、たくさん入ってますよね。チャイナマネーで買収されてる政治家が、日本でも、アメリカでも、ヨーロッパでも、います。 あの元外交官の馬渕のさんという方いらっしゃいますよね、僕、はこの方のディープステートの論理というのは、あんまりね、好きじゃないんです、でも、まあ、すごくこう、知性を感じさせられるんですけれども、この方がですね、こんなことをおっしゃってましたね、日本政府は今、73の国からの入国拒否をしている、もちろん中国から入ることができないんです。なのに、4月に入って、この1か月で、9000人の外国人が日本に入ってます。 毎日1か日月にすると9000人の海外からの渡航者が日本に入ってるんですね。この9000人のうちの7割は飛行機航空機の国際便のクルーです。パイロットとか客室乗務員ですよね。でも残りの2700人の人たちは次の3つのうちどれか日本人を配偶者に持ってる外国人。 外国籍だけれども永住権を持っている人そして3番目得意な事情を持っている人この得意な事情を持っている人、えー、その中にね、えー、中国・湖北省武漢からの渡航者が入っていますいや入れないはず皆さん入れないはずって言うんですけどね普通のルートだったら入れないんですよ えー、92年でしたっけね、あのー、統一教会という団体の創始者でね、文鮮明という人がいますよね。あの人ね、アメリカで脱税事件を起こして、1年以上懲役食らってるん,んですよ、刑務所入ってました。で、日本という国はね、外国の刑務所に1年以上懲役で入った人は入国できないんですところが92年に入ってきてますよ。 なんで入ることができたかって法務大臣が許可したら入れるんです。本当は入っちゃダメな人でも法務大臣が許可すれば特例を設けて入ることができるってことなんですね。で、そのような抜け道で実は日本に特別なビジネスをしている中国の人たちが入ってきてるんだというふうにおっしゃってるんですよね。まあ、 結局どういうことか,かということなんですけども今ですねこの世界中が経済参って大変ですよねそして都心の一等地のテナントから家賃払えないからということでナコがどん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 出ていって空のビルになって家賃収入がないのでオーナーがこの一等地の空ビルを売りに出してますねでこの空ビルを現金で買っていってる フファァンンドドがありますすチャイナファンドですそれから日本の企業ってねもう今青い木と行きで苦しい。なのでみんな考えてることはね V 字回復です一刻も早く経済回してもらって前の業績に戻したいというその願望が強いわけですけれどもこの日本企業の中には中国が喉から手が出るほど欲しい国家安全保障に関わるようなハイテクの 製品を作ってるるメーカーカもたくさんあることでしょうそういうメーカーの株が今めちゃくちゃ安いんです。こういう企業の株式をチャイナマネーのファンドが次々と買ってる。どうなるかといったら気が付いたらね日本の国家安全保障に関わるようなその虎ノ子の 技術を持ってる企業がふっと気づいたらチャイナ企業になってるの今のシャープさんがマスク約3,000円でね、えー、3,000円、えー、まあでもメイド・イン・ジャパンで3,000円なのでえー いきなりもう全国でですね3,000円のマスクがもうバカバカ出ますってですね、えー、箱見たら台湾製その台湾製のシール剥がしたらチャイナ製って書いてもうどこまでやんねんみたいなね、えー、形になってるんですけどシャープは日本企業じゃないですよ台湾企業ですよねだから私たちが知らない間にこの技術流れてったらダメだろうというようなこの企業がどんどん えー、侵食されていってる、そこでアメリカはですね、そういうものを買えないようにする法律だけではなくて、そういう企業が倒れないようにするために、トランプ大統領は50兆円の資本をまず確保してます、ドイツは77兆円ですもし中国、チャイナマネーが買収しようとしたら、いや、ドイツ政府が77兆円もお金プールしていて、それで国が守ってるから、絶対中国に売ったらあかんというような。 手続きをすでに取ってる今コロナの問題といったら健康問題感染者がどうこれはもちろん大事なんですけどそこに目を取られてる間に中国は着実に入ってきてるだから今のうちに日本もそういうのね作っておかないとダメですそうでないと皆さんあっと気が付いた時に中国に首根っこをつかまれてるってこれは 私たちそんなねあの日本に住みたいと思いますかまあ今回ですねあのこの自粛だっていうふうになった時にねじめ安倍政権1万2千0ずつって言ったら1万2千0って高校生のお小遣いがみたいなねそれでもう,うわーって皆がもう怒ったので次に出てきたのがねお魚圏とお肉圏とメロン圏とマグロ圏ですよ。 続議員はこの5にをんで業界団体しか見てないかってうわー言われたんでねそれで1世帯あたり30万円岸田政調会長が出てきた時に20万円のところ30万円にします年だけどよう呼んでみたら結局日本世帯の5件に1件しかもらうことができへんということがあって何やってんだということでとうとう安倍首相がですね10万円1人10万円赤ちゃんもです。 受験持ってる外国の方もそうですよ、10万円ということでね、えー、これでね、えー、24兆円の赤字国債ですよね。だけど、アメリカ今、今、一発目で出しての300兆円ですよ。だから日本ってね、あの、とんちんかん、遅い、みみち。でも、一ついいことがありますよね、それはね、国民が長らねーって言ったらね、ちゃんと修正することです。 中国でなれと言ったら首飛びます行方不明なるそんな国に住みたいですか私は真っ平ですねで危機が迫ってくるということが分かってるんだったらそれに対して備えるべきですその備えについてはですねまた次回、えー、詳しくですね国際情勢のお話の時にしたいと思いますが、えー、それがまず第一点そして2番目個人的終末に備えるというのが まあ今日見たいことなんですね私たちはこのコロナ、新型コロナウイルス肺炎、なぜ恐れるかと言いましたら、5%の人が激症化して亡くなられるかも可能性がある、8割は寝てたら治るんだけど、5%の方々が激症化して亡くなってしまうと、でもしかかっても100%死なないという病気だったらね、別に怖くないんじゃない、例えば、霜焼け。 ニキビ俺、ニきビどうしようって、そんなんなる人いてない。死に直結しない病気であるならばですね、それは、えー、深刻にならずに済むわけですよね、死と結びついてるから、みんな恐怖なんですが、えー、なぜこの新型コロナウイルスを恐れてるかといったら、100%ではない、でも5%死に至る、コロナが引き金となって死ぬということを恐れてるわけです。しかしか人はコロナに かからなくても別の病気で死ぬんじゃないですか。やがてワクチンと特効薬ができたら、この新型コロナウイルス肺炎は克服されますが、コロナウイルス肺炎が克服されても死は残りますよね。この人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている人は一度死ぬというのが、個人的終末なんです。 この個人的終末に備えさせるためにバイブルが与えられているということなんですねところで皆さんアメリカの大学でですねこんな実験が行われたんですね人々を集めまして2つのグループに分けるんですそしてそれぞれ別々の部屋に呼びまして水槽の中に氷水があるんですね氷がぷかぷか浮いているその中に手を入れてもらうという実験なんですね 第一のグループの人たちにはこのテストは3分間でやるということをあらかじめ教えておきますしかし第二のグループの人たちには時間については一切伝えないのです部屋の中に時計はありませんそしてつけていた腕時計は全部提出してもらいますさて実験が始まりましたその結果 第一のグループは3分間ずっと手をつけたまんまでも平気であるだけではなく実験に参加した人々が口々に「いや必要だったらもうちょっとずっとつけてることできますよ」というふうにね余裕があるんですねまだまだできますよというふうになんか余裕しゃくしゃくなんですところが第二のグループの人たちは皆さん全員 分たたなかった同じ水温です同じ水槽です何が違ったでしょう終了時間が知らされているか知らされていなかったかということです終了時間が必ずあるここから解き放たれるこの苦痛は終わるということを知っている人たちは我慢することができました これは延々といつまでも続くことではなく、3分経ったらおしまいということを知っていた。この苦痛には終わりがあるという希望を持っていた人たちは耐えることができたのです。しかし、終わりについて知らされていない人たちは、希望がなかったんです。いつまで続くねーという。もしかしたら延々と1時間ぐらい抜けることができないかもわからない。この希望のない苦痛は、 実際の苦痛を何倍にもひどく大きなものへと感じさせるものなのですで。実は聖書はこの死の問題に解決があり希望がある。答えは出てる。死という氷水に一旦使っていったら得体の知れないところに飲み込まれてもうどうなってしまうのか分かんないとそうじゃなくてこの死という問題に完全決着を 神はイエス・キリストにおいてつけてくださったのだということを伝えているニュースが聖書の福音なのです。一箇所の聖書を読みたいと思いますね。ペテロ第一の手紙の3章、18節、新約聖書の469ページというところをお開けください。ない方はですね前の えーえー、スクリーンを見てくださったなと思いますがまずお読みいたします「キリストも一度罪のために苦しみを受けられました正しい方が正しくない者たちの身代わりになられたのですそれは肉においては死に渡され霊においては生かされてあなた方を神に導くためでした」と書いてあるんですね。 ここにはイエス・キリストがこの世界に来られた目的について書いてある。あれでに言うと、あなた方を神に導くために来たのです。ここで言ってる神というのは、何度も言ってるように、人が作った宗教上の神々ではありません。人間が作った宗教の神ではなく、人間をお作りになった方。あなたの作者である方。あなたの作り主。それを聖書は、 創造主とか神というふうに語ってるんですねでこの人間をお作りになった作者は作品である人間が壊れた時には修理することがおできになるのです実は聖書の言葉を見ますと全ての人間は作者による修理を必要としている ある意味で不完全で壊れた状態で生まれてきたのだというのです本来神が意図した理想的な状態で生まれてきたのではなく罪という性質を持って生まれてきたのだというふうに言うんですねまあ皆さんあのこのね酔っ払ってる人をねもう ぐってんぐでんに酔っ払ってる人たちにインタビューするという番組が昔ありましてですねえ酔っ払いが一番口にするセリフって何だと思いますか俺全然酔ってないからってこれが一番おいらしい。酔ってる人であればあるほど俺酔ってないって言うんですって。 酔ってることも自覚できないぐらいにアルコールに支配されてるからですアルコールに完全に支配されてたら、自分が酔ってるという自覚症状がなくなる、これが酔っ払ってる証拠やっちうんですよ。これを罪に適用するならば、罪人であればあるほど、自分の罪を認めることができない、自分が罪人であるという自覚すら持つことができないぐらいに、罪に酔っ払った状態。 それが人間のの姿なのだと言ってるんですそして実は聖書が言ってる罪というのはね、まあ、もちろん物を取るのも罪嘘をつくのも罪簡易も罪いろいろありますが一番根本的な罪というのはね神との関係を切断して神なんかいないという人生観で生きることを聖書は罪というふうに 語るんですちょうど生け花は根から切ってしまうとしばらくは青々と咲いているのですがやがて1週間10日2週間経っていったら枯れていくでしょなぜ枯れるんですか根から切れてるからです人間の命のルーツ根っこは神ですしかしその神との関係を切っているのでしばらくの間 80年90年100年ぐらいまでは生きていますが永遠に生きることができないこの死の原因は命の源である神から切れているからだと聖書は語るんですもっと言ったら創造主に対する反逆が人間に死をもたらしたのですしかしこの罪のために死を 迎えなければならない人間のために神はキリストを送って私たちをこの死から解き放つためにイエスキリストを救い主として送ってくださったって言うんですねで実は皆さんあのこれ放送される時には5月ですかね5月って、ね、あの私のね誕生月なんですよ誕生日ってねある時からあんまり楽しくない 子どもの時あんな誕生日楽しかったのに、ね、ある時から「ああもう俺こんな年が」と私もね今月ね大台乗ります。大台何歳企業秘密。ねまあ何でもいいんだけどでねえー、そしてねああ俺もいつのもにかこんな年取ったんか思いながらですねつらつら考えておりました時にね若い時と今ではね考え方に違いが生じてるということに気が付くのです。 私、ね、若い時ね「すごい人!」と言ったときにどういう人にすごさを感じたか私の場合ね,能力のある人ですねまあ私の学生時代若い時ですね身の回りにねすごく優れた人たちがたくさんいましたもう自分がもうどんなに頑張っても追いつけないようなそういうですね、えー、目から鼻に抜けるというか。 えー、を聞いて十をたるというか、えー、分析についても語学についても、まあ、とにかく賢い、できる、こいつはすごいというね、同世代なのに一も動かざるを得ないようなすごいという、そういうね、できる人、賢い人、優秀な人に、凄みを感じた。そして、できる人、優秀な人、賢い大人に対して、憧れを感じました。 すごいなあんな人みたいになりたいなみたいなね。だけどこの年になってね、考え変わりました。まあね、あの、すごい賢いってね、上には上いてるよ。こんな賢いやつもほかに俺、なんぼでもおるし、なんぼでもおる。 私が今すごいなって何に感じるかといったらね相手がどうであれ変わらず接することができる人にすごみ感じますねあるいは常に穏やかな人にすごみを感じますこれはね持って生まれた才能とか勉強によって身につくもんじゃない人格に由来する力ですよね 相手の感情の起伏に、そんなにも左右されずに、円満で居続けることができる。平安で居続けることができる。そして、こっちがベストの時だけではなく、もうダメダメの時でも真実な友情を尽くして何にも変わりがない。こんなに迷惑をかけてんのに何にも変わらない。 こんなに情けない自分を見せてるのに何にも失望したりせずに駆け寄ってきて大丈夫かって言ってね私はそういうことの方により凄みを感じるようになりましたそしてそれは言葉を言い換えたらですね愛の本質に近い人に凄みを感じるのですよ 愛ってやっぱり人間ってねもう結局これとちゃいますこの愛の本質に近づいてる人もう近い人もうそういう人に対して私は何かね賢さとかいうそういう凄みよりもね神々しさというか厳かさというか、まあ、そういったものを感じるんですねそしてねそんな人になりたいなと思うのです。 実は、そんな人っているんだろうか。不完全でもいますよ。でも、完全な愛の人って、イエス・キリストだけです。キリストは、キリストなんかいらない創造主なんかいらない俺は俺の道を行くわというね、そういう神に対して反逆している人間のために、この世界に来てくださった、人となられた神。 キリストととは救い主とい主う意味ですあなたを罪と死から救うためにやってこられた神からの救世主それがイエス・キリストという方なのです実はこの私もあのこの2ヶ月の間すべ、えー、ての講演がキャンセルになりましたのでもうね読書三昧ええー、わほんまに。 あのね買っといて全然読んでない本がね、もうね、こんなにあって、もう本ってね、今っていうときにね、買わないとね、もうあと言ってもうね、売ってないということはよくあるもう今ね、生きる勇気とセッの力今、今ね、今買ってくれ、これ、もうクリックしてね。もうね、でね、ここで1人読むのどん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 増えていくんですけど、今、買っといてよかった。というのはね、大型書店。 図書館みんな休みうちの家に読むたーんとあるまあそれでね、えー、今もう読書にもう,もうざんまいですちょっとやりすぎてね腰痛だからまあ立ったり座ったり寝転んだりしながら読んでるんですけど、えー、先日「僕は人生を巻き戻す」という本を読んだんですねああ すごい本でしたうまく説明できるかどうかちょっと分かりませんがエドザインという、まあ、一人の青年がいるんですアメリカ人なんですね脅迫障害強迫性障害という病気なんです昔はね脅迫神経症っていうふうに言ったんですねこれはねあの何か自分の中で不愉快な連想が出てきた時にそれを振り払うために全然合理的でないことをずっと続けてやめることができない例えば 不潔に対する恐怖心持ってる人はね、一日12時間でも洗ってる。ある人はね、漂白剤で洗うんです。手どうなりますかボロボロですよ。痛くないんですかめちゃくちゃ痛いんです。やめたいんです。やめることできないんです。あるいは何か捨てるということに対して恐怖持ってる人はね、 何一つ捨てることがででできなないのでゴミ屋敷になるんですこれね、あのー、私の部屋がゴミ屋敷なのとちょっと違うんですよ。私の場合はあのあのちゃんとしまえへんから、ね、別に捨てることなんとも思ってないん。だけど、その整理整頓がね下手くそやから。あるいは、鍵をかけたかどうかっていうね、これ確認をね、何百回もしないと出れない。あるいは 自分は車に乗ったら人を引いてしまうんではないかという恐怖心を持っている人はね、えー、免許を持ってても車を運転できないとかね、まあ、いろんなのがあるんですけれどもこの江戸座院という青年はですね、えー、もうねいろんなこの脅迫性障害の中でもね最も重要重症 と言われるような症状でした。11歳の時にショックを受けるんですね。もうお母さんに溺愛されて育った子なんですけど、お父さんが海兵隊の元軍人なんです。で、おじいさんがね、バンタム級のプロボクサーですよ。で、お母さん、ものすごい優しい、優しい、優しい。で、お父さんはですね、軍隊式なんですね。愛情を伝えるのがうまくない。で、そのお母さんが、がんにかかるんです。お父さんは不器用で、 自分が追い詰められているきにもうどうしていいかよ,よくわかんないお母さんが家のホールに寝かされてるんですが彼は夜になっても食事作ってくれる人誰もいてないそれで冷蔵庫からジャムを取り出して食パンに塗りつけてでゲームしたんです紛らわすためにそしてそのまま部屋に入ったお父さんはそれを見たときに ジャムの蓋が開きっぱなしででやるとということでねうめちゃくちゃ怒るんですね。今までは怒ったら物を投げたりされることあったんですけどもねその時には自分の妻が亡くなるということをどうしていいかよくわからなかったんでしょうものすごい剣幕で11歳の江戸くんのところに行ってね殴り続けるんですなんで殴ってるのかという理由を言わずに口答えしたらもっと殴られるだろうと思ってただ我慢して。 ようやく暴力が終わって一人部屋の中に入ったらズキ,ズキ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 して痛みのあまり休むことができないそして深夜お母さんのうめく声荒い呼吸の声「部屋に入っとけ!」と言われたんですがこっそり抜けててお母さんのほ見に行ったら断末魔誰もいないんですそして最後肺からプシュッという音がして 息が抜けて、うめきと苦しみとその人が死ぬという決定的瞬間を彼は見てしまうんですねそれは彼にとってね死というのはあまりにも辛くて怖くてしんどくて痛くて辛い恐ろしい人間が絶対に抵抗できない恐ろしいもの だけど見たということをお父さんに知られたらまた殴られると思って自分の感情を全部蓋したまま部屋に戻るんですけれどもまあそのことが引き金になってねそして5年後6年後脅迫性障害が始まるんですねで彼の場合はですね自分が何かの行為をした時にそれをえこの逆向きに すするという脅迫性障害なんですこれどういうことかと言いますとね彼の中にね時間は前に向かって進む進んでいく時間の先にあるのは死であるそこで死というものを避けるためには進んだ時間を巻き戻せばよいという妙な考えに取りつかれてしまうのですもし自分がそれをしなければ家族に 不幸なことが襲いかかって死んでしまうという脅迫観念にとらわれて彼はあらゆることを行ったときにそれと逆のことをすることによって時間を止めることができるという考えに取りつかれてしまうんですよ。例えば彼は地下室にいてるんですけど1階に行ったときにね階段上りますよねその階段を上る時のタイルのどのマス目を踏んだかもう正確に覚えてるんです。そそしてその 降りるときにね後ろ向けに正確に降りていくんですそして少しでも違うタイルを踏んでしまったときには偶数回それを繰り返すことによって帳消しにすることができるって言ってなので階段行っても戻るのにね6時間かかるんです彼は何か喋りますね「俺はどうしてこうなってしまったんだ」と言ったときに この時間を巻き戻すためにその言った言葉を逆に言うんです。新聞紙っていうのは下から読んでも新聞紙ですよね。トマトもうトマト、これ解文やから。だけどこのキリストも一度罪のために苦しみを受け、これをね、ケウオミシルクニメタノミツドチモトスリキみたいな。これをね スラ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 って言うんですよそうすることによって発言する前の時間前の時間に自分は戻れただから家族は死ななくてもよくなった学校に行く時に行った時に帰る時後ろ向きで帰るんですがその片足上げてる時にトラックが通ってしまったそしたらね トラックが通ってる時に後ろ向きに歩かないとダメなんですよで次のトラック来るまでね1時間半ずーっとこのままトイレに行っても汚物流せないんですよ流したら元に戻れないそこで地下室は瓶に尿が満タンそれが何十本もそして 大弁はジッパー袋の中に入れて山のように積んであるんです流してしまったら元に戻れないというもうね呼んでてねほんまに気持ちかったですね苦しくて苦しくて仕方がないそんな時にマイケル・ジェナイクというハーバード大学の 精神科のドクターで強迫性障害の世界的権威の人がテレビに出演して「実は強迫性障害とはこういう事例があるんです」ということを紹介しているのをこの江戸財員の家族が見てね「待てよ!」「あの子風変わりやと思ってたけどそうじゃなくて実は病気だったんだこの先生やったら治してもらえるかもしれない!」言うて電話する 片道3時間かかるの彼は今まで見た患者の中で一番ひどかったそうですそれ見た時ねこれから彼の治療のために取り組みます往復6時間無償ですよただでこのドクターねベトナム戦争でパイロットだったんですよで自分だけ生き残ったということでものすごいトラウマになってるんです その自分の心の中の傷とそっくりのものをこの江戸座院という青年に見つけてね僕は彼が立ち直っていくために20年間培ってきた研究成果のすべてをこの人に注ぎますっつってねそして薬物と認知行動療法という2つを使って気長にやっていくんですね。 少しずつ少しずつ回復して少しずつ回復してとうとう彼は後ろ向きではあるけれども数年間浴びたことがなかったシャワーに行って浴びるんですねまあその認知行動療法を直接指導するのはこのドクターが信頼していた別の女性の療法家 臨床心理師の人なんですねなんですけどもねちょっと急ぎすぎたかとにかくこの認知行動療法というのはですねこのわざと嫌なその人が抵抗していることを嫌なことをさせてそしてそれを打ち消すために逆戻りするということをさせないというそしてそれをしなくても悪いこと何も起こらなかったでしょうというふうに歪んだ認知を経験によって修正していくということなんですが。 この病気にかかってる人にとってめちゃくちゃ苦痛なんですよ。でも少しずつ良くなって良くなって良くなって。ところがひょんなことからバーンと元に戻るんですね。元に戻るだけだったらいいんですけどね最初より比べ物にならないぐらい悪化するんです。 2年間やるだけのこと全部やった出ている薬のいいもの全部使った認知行動療法全部使ってみたそして新たに発表されたさまざまなセラピーを全部施してみた自分の経験の全てをつぎ込んだだけども自分が関わる前よりももっと悪くなったんですその時にマイケルジ内ブドクターね このの患者の前で、ね、号泣するん私は負けた無理だそしてこの日を境に治療は打ち切りついに癒されず前よりもっとひどくなった状態で敗北感にさいなまれながらドクターが帰っていくそのドクター途中で、ね、家によう帰らないんです 廊下に止めて何時間も泣くんですよところがね力になれなくてごめんなっていうそのドクターを見た時にねその江戸在院青年の中でね何かが変わるんですね何が起こったんでしょうその時ねめちゃくちゃに腹立つんです何に怒るかといったらね 脅迫性障害という病気に怒りを覚えるんですこの病気は今まで私の人生を奪っていった希望を奪っていった私の人生を台無しにしたしかし私が大好きでお兄さんみたいに思ってるこのドクターマイケルをこんなにも悲しませてこっ破みじんにしてこんなにも粉々にしてこの病気なんていうやつだ もともと彼のお父さん軍人でおじいさんはプロボクサーバンタム級なんですよ。それでねその血がこうぐーっとこう割れてね闘争心俺はこの自分の中にあるこの強迫神経症という強迫性障害をぶっ倒してやるっつってねそれでねあんなにやらされていた時には。 もう俺もう無理だと言ってた認知行動療法をプロの心理療法家の手を借りずに自分で自分に施して回復していくんです回復じゃなくてね完治はしないんですこの病気はでも彼はね見違えってそしてねドクターに電話してちょっとまた会いに来てくれませんかおいいよ」 と僕とはドクターと関係じ,じゃなくて友達だからねって言ってドクターが数年ぶりに会いに来るんですけどね気がつかないんです江戸座ンで「江戸座ンどうした?」ってっ僕です「ええー!」と「本当か!」ってとやがて彼は結婚し娘を持ちそして今ね このドクターマイケルが主催する強迫性障害の講演会のメインスピーカーとして活動しているなんで治ったんですかいや私の治療法じゃないんです私はダメだと言って去ったんですだけど自分の大好きな人そして自分のことを心から愛してくれる人が自分のこの病気のせいでここまで 苦しんで傷だらけになって踏みつけにされてもだい苦しんでるというのを見たときにね、ああ、この罪の状態から離れたいこの病気の状態から離れたい解放されたい癒せるものなら癒してみろよというそういう生き方ではなくてね、私も心の底からそれから離れて解放されて良くなっていきたい 彼の心に正気というものを吹き込んだのは彼が愛してやまない彼を愛してやまない方の苦しむ姿であったのです聖書の中に彼の打ち傷によって私たちを癒されたという言葉がありますがキリストは私たちのために十字架にかかって傷を受けてくださったのですここにキリストも一度罪のために苦しみを受けられました この罪というのはキリストの罪ではありません。なぜならこう書いてあるからです。正しい方が正しくない者たちの身代わりになられたのです。正しい方というのはイエス・キリストです。正しくない者たち複数形は全人類です。キリストは正しくない者たちの罪の苦しみを身代わりになって受けてくださいました。それがイエス・キリストの十字架の意味です。 キリストが十字架にかかって死んでくださったのは、あなたのあの罪、この罪、その罪、いや、あなたの全ての罪のために、十字架の上でもだえ苦しんでくださったのです。それは、肉においては死に渡され、肉体においてはキリストは死んでくださっただけではなく、霊においては生かされてというのは、神の霊、精霊によって、三日目に死後復活されて、この キリストの十字架と復活の宮座によってあなた方神から離れていた人たちを神に導くためでしたと語るのですこの神に導くこの地上の生涯の中でいろんなことが本当にありますねでも私たちが死んだ後神のもとに帰っていくまで 日々に共に歩んで私たちを導いていかれる方これがイエス・キリストというお方なのですところで皆さん人間って誰と一緒にいるかによって自分って違う自分になっていくっていうことを経験しませんか 人間って一緒にいる相手でコロコロ変わりますよね。ある人と一緒にいると不機嫌な自分になってしまう。ある人と一緒にいると普段やらないようなやんちゃなことをやっちゃうとか。ある人と一緒にいると何か崇高な考えになってしまう。感化を受けて。どれも自分なんですけど、誰と一緒に過ごすのか、一緒にいる人によって、 私っっててココココロコロロコロ変わっていくようなところがありますそしてコロコロ変わっていく中でね誰と一緒にいる自分が一番好きですか私はイエス・キリストとつながっているということを思い返している時の自分が一番まとものような気がするんです本来的にめちゃくちゃな人間なんですけど私のためにこんなにもすごい愛で愛してくださった方が 私に夢を託してさあこの地上の生涯悔いのないように思いっきり神と共に歩む人生を突っ走ろうじゃないかというふうに言ってくださって「はい!」って答えてる時の自分が一番まともなような気がするんです。キリストはあなたを縛る方ではなくて本来の自分に解放してくださる。神が意図した キリストにある自分に私たちを引き上げてくださる方なんですね。この方を信じる者は、たとえ死んでも、すでに罪の許しを受けていますので、死後に裁きを受けることなく天国に行くのです。そしてこれが、個人的終末に対する備えとなります。国際情勢において、これから厄介なことが始まるな、ということを、 が分かると前もって手を打つこれは当たり前のことですそれと同じように個人の人生においても一番最後に待っているものが死なのかその死に対して解決があるんだったらそれを受け取ろうではないかこれはとっても合理的な良い考えだと思うのですそして神は是非その良きプレゼントをあなたが受け取られるようにと 進めておられる方ですどうぞこのイエス・キリストを信じて永遠の命をお持ちになってくださいそしてまたこの場所でキリスト信じたよとかそういうふうに何か分かち合うことができたらどんなに素晴らしいだろうかというふうに考えておりますどうぞ皆様の上に神様の祝福がありますように最後までご清聴ありがとうございました